はい、皆さんこんにちは。今日もねデュエルマスターズプレイスをやっていきたいと思うんやけども、今日は上位ランカーが使っているボルコンデッキを紹介していくと。でね、今結構流行っている、ボルコンの構築なんやけども、まあこのねカースペンダントっていうね4コスト、闇文明のカードがあるんやけども、めっちゃ気持ち悪いカードで、脳みそクワガタって言われてるんやけども、この脳みそクワガタが結構ねミラー製のボルコンに対しても強かったりして結構ね流行っているんよね。まあボルコンこう当たった時にさカースペンダント採用してるデッキっていうのは多分今まで皆さんもね1回は遭遇したことあるんじゃないかな、多分あると思うよね。だから今回はそのカースペンダント採用型のボルコンということで、もしこのデッキがうざいなとかね、あの時本当に強かったなと思った方はぜひこのデッキを参考にして実際に自分が使ってみると、やっぱ相手にやられるだけじゃなくて自分が使ってみるっていうのが一番やっぱそのね、消費者としてはやっぱ一番その理想的な動きになるわけだね。効果がね結構単純なんやけども、4コス2000でブロッカースレイヤー攻撃できないと、これがね結構めんどくさいクリーチャーで、相手のボルメテウスホワイトドラゴンを相打ちさせたり、やっぱこのブロッカープラススレイヤーっていうのがねいかにめんどくさいか、自分はこのカードね結構強いと思ってて、ボルコンの軸に入れられるのが結構めんどくさいクリーチャー、処理もめんどくさいしね、デススモーク入れてないボルコン構築やと、デーモンハンドとかで処理するしかないんやけど、4コストのカードに6コスト当てるのもなんか微妙な気はするしね。今回このカースペンダントを使っていくと。で、いきなりデッキを紹介していくんやけども、サリエスが4枚採用、ゴーストタッチが4枚採用、希望をつなぐ、死守するが4枚採用で、カースペンダント、脳みそ玉金カードが2枚採用で、汽車男が4枚採用、クエイクゲートが4枚採用で、バルキアが3枚採用、そしてミストリエスが3枚採用。でミストリエスに関してはね、もういろんなデッキの構築で、最近ボルコの構築でも水文明を入れない、ミストリエスが流行ってると。ミストリエスの強さというものはね、多分ボルコンに限らず、多分第2弾カードパックが出た時に関しても、ミストリエスの多分評価というものはねさらに上がっていくと思うよね。今やっぱドローするっていうのは非常に重要な能力やから、絶対ねこのカードは捨てれないカードやんね。でトルネードフレームが3枚採用されて、アルカディアスが1枚採用で、デーモンハンドが4枚採用で、ボルメテスホワイトドラゴンが3枚採用と、ダブルブレーカーを持ってて、シールド墓地に送る、結構リスマラランキング1チームにもあってね、やっぱボルコンというものはね長くこう慕われるカードになると思うんですが、ドリルトラップ1枚と、これもね6000以下のクリーチャー破壊するということで、トリガーとして使えればねかなりでかいよね。だからもしドリルトラップが、シールドトリガーできたらね、よっしゃーって感じですよね。ただ手札で使うカードではないかな。使わないカードはマナに送ればいいんで、1枚採用するのがちょうどいいかなって感じですね。でコメント欄に書いてほしいんやけど、カースペンダント採用したボルコンってね当たったことあるかどうか、それを書いてほしいよね。多分1人に絶対ね1回は当たったことあると思うよね。そういうの前提で今回動画やっていくんやけども、当たったことある人は当たったって書いてもらうと嬉しいなと思います。結構ねトレンドというか流行りのデッキなんで、皆さんにもぜひ使ってほしいデッキなんでね。でこの動画が面白いなとかね参考になるなって思った方はぜひねチャンネル登録と、高評価をね、ぜひよろしくお願いします。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。今日紹介していくのはボルコンの最終形態ということで、冒頭でも述べたカースペンダントっていうカードが、お、アルカディアスか、面白いね。カースペンダントっていうカードがあるんやけど、そのカードをね、しっかりこう、意識した構築になると、結構ボルコンでね、カースペンダント見るよね。4コス、ブロッカーでスレイヤー持ってるんやけど、ミラー製のボルコンデッキでも強いし、ないし、アルカディアスのデッキに対しても強いよね。全然ね。そこら辺も自分評価したいとこではあるんやけど、アルカディアスに対しても強いっていうのがやっぱ大きな点ではあるかな。2台もなんかそのね、アルカディアス、ボルコンみたいな、2台の最強デッキに対してしっかり戦ってる。でも相手、ボルコンかな ?4C ボルコンっぽいね。だから、流行りに乗らないといけないんだよな、結局こういうゲームっていうのは。結局さ、4C ボルコンも確か強いんやけども、ゴーストタッチからゴーストタッチ、ザタッチみたいな感じだね。僕と君の手が触れた瞬間に世界の波動を見つ、下がって
けさ。あ、ミストレスケーターしばくぞお前。あーうわ、しかも4がそれもうざいんだよな正直。うーわ、いや、どうせ、いや、違う、運がいいな。だから運だけではね、どうにもならない。こっからプレイングの差を見せてあげるよ。今私の怒りのボルテージが100あったとしても80ぐらいは来てる今。ちょっとイラってきてるね。まあ4個すごけないという動きをされた。それがまあ、もう許さねえからなお前。今怒りのね、バルテージが 100あるとしたら150までいったわ今ので。これ破壊されたらもっとイラつくけどね。まあさすがに、まあでもな、デーモンハンド打たれたらちょっとやばいなこれ。もう許さねえからなお前。私は怒らしたぞ。お前が負けた範囲はただ一つだ。私はお前をプッツンさせた。ただそれだけなんだよ。ディオー、あ、手札戻さないでください。白状持ってんじゃん。おい、ブエ。もう許さねえぞお前。許さねえ。絶対許されるべき行動ことじゃない、こんなの。こんなの俺が許すわけにはいかないぜ。地獄を見せてあげるよ。やられたらやり返す。100倍返しだ。お前、潰すぞマジで。お前潰すこいつ絶対。お前3枚こいつにハンデされて、あ、来たカースベンダーの。お前潰すぞお前。俺様に向かってさ、大層な口聞きやがってよ。お前潰すぞマジで。お前舐めたプレイングすんなほんまに。もうこいつこさ、いや3枚ハンデされたらきつすぎだろマジで。3枚墓地いってんもんな、記者男だけで。理不尽すぎ。あーい、見せてあげるよ世界の終焉のカードをな。これめっちゃ強いからね。まずは1枚目。すまんな、やられた。ムミチ、おら、いいや、ニックキ来ちゃうとこよ。消えろ。あれ、あ、こうできないんか。まあまあまあ、でも2面取れたらもう十分やね。まあカースペンダーとはねめっちゃ強いから、ボルメテウスですら相打ちするからね。まあ次のターン相手が格除け持ってるからやけども、やられたらやり返す。100倍返しだ。ドリルトラップはちょっといらないね。まあいいよ、好きにしな。私に勝てるという2文字があるのならばな。だが何もできやしないんだよ。結局攻撃することができないんでしょ。カースペンダントという最強のカードがある限り私に傷。もう許さねえからなお前。これをあまり怒らせるな、ムカつく野郎だぜ。まずい、まずいぞ勇気10代。まずいなこれ。ボルメテウス、お前運良すぎだろうが。しばき回すよタコが。お前運ゲーすんなタコがよお前。運やんけ。はぁ、しかも毎回ボルメテウス食うときさ、シュッとか来るしさ、ふざけんなよお前。俺をお前起こすカス野郎が。希少、しかもこれ今なあ、ピカリエいけねえ素材あったじゃんこれ。なあ、ピカリエも破壊されたからね。ふざけんなマジで。運でしかないじゃんお前やってること毎回よ。ほんまにイライラするなほんまによ。ふざけんじゃねえぞお前、ぶっ潰すぞお前、ぶっ潰すんぞお前マジでよ。オラは孫悟空だぞお前、オラは孫悟空だぞお前、ぶっ潰するぞオラは。キモマジでお前、ほんまキモいわやってること。ぶっ潰すぞマジでお前。ああ、まあ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 、あーもう運でしかないマジで。これはまあ、もうなんか、いや、もうちょっと続けようかなと思ったけど、イライラしたからやめるわ。もうちょっとさすがにちょっとムカつくっていうか、もうクソすぎてイライラした。まあ、ちょっとマジで生理現象っていうか、ほんまにもうパソコン破壊しそう今。あの怒りのボルテ120って言ったから、もう500ぐらいいった今ので。ほんまにもう今日はもうね、デュエルマスターズいいかな。もうちょっと、もうちょっとイライラしすぎてやばいわ。これ以上やったら多分精神疾患っていうか、マジでその通行中のさ、女子高生に話しかけちゃうぐらいもやばいわ。ちょっと頭おかしくなりそうだから、この辺でちょっとやめるわ。